こんにちは、みんな。今日は不思議なお話をしようね。今日のお話は、イルカに乗った白熊の冒険の話なんだよ。さて、ゆっくりと物語を始めよう。ある日、北極の大海に住んでいる白熊のぴょん太郎は、イルカのポンタと出会ったんだ。ぴょん太郎は泳ぎが苦手で、海の中に入ることができなかったんだよ。そこで、ポンタはそれなら、私の背中に乗ってみない?と提案したの。ぴょん太郎は最初は怖がっていたけれど、ポンタの誘いを受けて、勇気を出してイルカの背中に乗ったの。ぴょん太郎はイルカの背中に乗って嬉しそうに泳いでいるんだ。ポンタと一緒に遊ぶのがだんだん楽しくなってきたようだね。そしてぴょん太郎は海の中で美しい魚や色とりどりのサンゴ礁を見つけることができたんだ。それを見てとっても感動したんだ。最後にぴょん太郎は自分でも泳げるようになり、ポンタと一緒に海の中を自由に泳げるようになったの。ぴょん太郎の冒険は幸せな終わりを迎えたんだよ。みんな、今日のお話はどうだったかな。勇気を出して新しいことに挑戦すると素敵な出会いや素晴らしい体験が待っているんだよ。ぴょん太郎やポンタのお話を聞いて、みんなも勇気を出して新しいことにチャレンジしてほしいな。それじゃあみんな、次の冒険の準備をしよう。さようなら。